でも押し通る。危ない。次がドミスさんと貝沼さん、お願いします。何かが起こる予感がするぞ。
が久保さんとほうちゃんですね。ルサさんお願い。お、リオさんのリオさんお願いします。次が久保さんとほうちゃん戦。私意地でも押し通る。これこのまま行くかどうか。走る！あっちゅう！エネルギーもっとやばいと思う！止めるぞ！あっ、ここかな！
油断しちゃった感じだね。ラウンド2アクション。ちょっとアクションよ。下がってそこ。よくやだ。おかげだよ。信じまして。次が、ひまじんさんと僕ですね。ひまじんさんと、増山です。宇佐さん飛ばしてもらえると。お、ありがとうございます。お、マジだ。OK です。ワクワクする。俺の出番。よっ、サッピア
くっそー見えんかった。次がうすらさんと久保さん、お願いします。1,2,3,4,5,6,7 じゃあ、この牙城をぶち壊せるか。ラウンド1,5田中さん、一発KOでよろしく。Yeah.
ランド。で次がよいしょ、自分は飛ばして、次が貝沼さんとレオさん。俺の出番だ。実力伯仲、どうなるこの試合。しっかり見てた。最後こうちゃん対ドミさん、これ真田側が、ちなみに裏でこういうの作ってて、後で終わったら見れるようにしておきますね。ファイト、どんどん攻めていこう。
ということで、結果は、まあ、これだけの結果だけで言うと、ユキコが7勝、真田が9勝ということで、ユキコの方が、で、ちょっとね、まだ少し時間あるので、今ちょっと先に結果だけをプロットすると、こんな感じ。で、ごめんなさい。これね、ユキコ基準で出しとるので、左から右に読んでください。例えば、ヒマジンさんは、得失点差で言うと3。結果的にヒマジンさん3勝1敗で、得失点差で3ですっていう風な形で、この際だから全部出しちゃおうと思って。ユキコ。で、どうすかね、コンセプトマッチじゃなくて、次のレオさんのやつまで残ってるんで、字枠取って、この後フリーのの試合にしちゃうっていうのはどうですか。次の枠からフリーのの試合で、次の枠はもう完全にフリーでやっていく形で取っちゃおうと思うんですが、いかがでしょうか。一勝ごとに交代できるようになってますんで、1回プレイしたら次の人に回すって形に自動的になりますから。